ロタウイルスは、乳幼児における、下痢症の主要な病原体である。レオウイルス科に属する2本、グサリア RNA ウイルスの属である。離島国などを除き世界中で、ほとんどの乳幼児が5から6歳までに一度は、ロタウイルスの感染を経験する。感染のたびに免疫が誘導されるため、海洋を追うごとに軽症化し、大人は発症しないか、極めて軽微となる。ロタウイルスは、 噴光経路によって伝播する。ロタウイルスが感染すると小腸に並ぶ細胞は、障害を受け、胃腸炎を引き起こす。1973年には、ルース・ビショップらによって発見されて、電子顕微鏡像が得られていたが、歴史的にこのウイルスの重要性は、公衆衛生上軽視されてきており、その傾向は発展途上国で、特に顕著である。人の医療において、重要なのみならず、 動物にも感染する、このウイルスは、家畜の病原体でもある。通常、ロタウイルス感染症は管理の容易な小児疾患で、あるが、一方で、2013年の1年間でロタウイルスは、小児の全下痢症による、死亡の37%を占めて、21万5千人の乳幼児の死亡を引き起こしていると見積もられ、さらに死亡者以外にも200万人が重症化すると、される。 死亡例や重症症例のほとんどは発展途上国で発生する。アメリカ合衆国では、ロタウイルスワクチンの接種プログラムを開始する前で、270万人の子どもが胃腸炎を発症し、6万人が医療介入を受け、37人前後が死亡していた。ロタレウイルスワクチンの導入に伴い、アメリカ合衆国では、医療介入を受ける患者の割合が激減している。 ロタウイルスの制圧に向けた公衆衛生キャンペーンは感染者への蛍光保水と予防のためのワクチン接種に焦点を当てている。ロタウイルスワクチンを小2期の予防接種プログラムに導入した国家ではロタウイルスの発生と重症化が減少している。ロタウイルスは A から H 群までの8つの種に分かれる。人は主に A 群、B 群、C 群に感染し、特に A 群への感染が多い。E 群や H 群は豚に、D 群、E 群、海群は鳥類に感染する。A 群ロタウイルスはさらに複数の株に分かれ、これを血清型と呼ぶ。血清型はインフルエンザウイルスと同様に2つの表面タンパク質の組み合わせによって命名される。糖タンパク質 VP7 が G 血清型をプロテアーゼ感受性タンパク質。 VP4 が P 結成型を決定する。G 型を定義する遺伝子と P 型を定義する遺伝子は別々に子孫ウイルスへ継がれるため様々な組み合わせが生じる。A 群ロタウイルスの方の決定には否定型的なロタウイルスの遺伝子型を決定するために全ゲノム遺伝子型別が用いられることもある。また、ロタウイルスの型の分布は都市と地域によって変動する。 ウイルスのタイピングができるようになって C 群ロタウイルスの流行は A 群ロタウイルスに比べると遅いことが分かってきており C 群発症例115例の解析では5から9歳が 57%10 から14歳が20%を占めていたロタウイルスのゲノムは11分節に分かれる計18,555円基体の2本鎖 RNA である 核分析は一つの遺伝子であり、大きいものから順に1から11の番号が割り当てられている。核遺伝子は一種類のタンパク質をコードしているが、第9遺伝子分析は例外的に二つのタンパク質をコードする。r n a は外核、内核からなる二層のカプシドと、その内層に存在するコアの合わせて三層からなる。 タンパク質に包まれ、コアを包むカプシドタンパク質の形状は、正二重面体である。ウイルス粒子の粒子系は、最大で76.4ナノメートルであり、エンベロープを持たない。6つのウイルスタンパク質が、ウイルスの粒子を構成する。この構造タンパク質群はそれぞれ VP1、VP2、VP3、VP4、VP6 及び VP7 と呼ばれる。タンパク質。 VP7 が G 結清型を決定する。構造タンパク質である VP に加え、ロタウイルスは感染細胞の細胞内では、さらに非構造タンパク質を合成する。この非構造タンパク質はそれぞれ NSP1、NSP2、NSP3、NSP4、NSP6 及び NSP7 と呼ばれる。 ロタウイルスの構造タンパク質の極材を表した模式図ロタウイルスゲノムにコードされる12の遺伝子のうち6つは RNA 結合性タンパク質である。ロタウイルスの複製におけるこれらのタンパク質の役割は完全には理解されていないが RNA の合成とウイルス粒子へのパッケージングゲノム複製の場合のメッセンジャー RNA 輸送 メッセンジャー RNA の翻訳と遺伝子、発言調節に関与すると考えられている。構造タンパク質 VP1 はウイルス粒子のコア内に存在する RNA ポリメラーゼである。感染細胞内で VP1 はウイルスタンパク質の合成や新しく合成されたウイルス粒子のゲノムとなる RNA 分節の複製に用いられるメッセンジャー RNA を合成する。 ロタウイルスの付着した金粒子の電子顕微鏡写真。小さい黒い炎上の物質はロタウイルスの VP6 に特異的なモノクローナル抗体によって覆われた金粒子である。v p にはウイルス粒子のコアを形成し RNA と結合する。VP3 はコアの成分の一つでグアニリルトランスフェラーゼと呼ばれる酵素である。 VP3 はキャップ形成酵素であり、メッセンジャー RNA の転写後就職として生じる後、キャップの付加反応を触媒する。キャップ構造は核酸を分解する酵素であるヌクレアーゼからウイルスメッセンジャー RNA を保護することで、メッセンジャー RNA の安定化に寄与する。VP4 はスパイク上の突起として、ウイルス粒子の表面に存在する外核タンパク質である。 VP4 は、細胞表面の受容体と呼ばれる分子に結合し、ウイルスの細胞への侵入を引き起こす。VP4 は、長官に発現しているプロテアーゼである、トリプシンによって処理を受け、VP5 と VP8 に改列する。VP4 は、ウイルスの病原性を決定する因子であり、またロタウイルスの P 型を決定する因子でもある。人の場合、ノロウイルスと同様に、 血液型抗原の分泌の有無と、ロタウイルスに対する感受性は相関関係にある。血液型抗原を分泌しない人は、P 型と P 型に抵抗性であるようで、このことは前日の2つの遺伝子型のロタウイルスが、血液型抗原を受容体として利用することを示唆する。VP6 は、カプシドの主成分で内核を構成する。抗原性が高く、 ロタウイルスの種の同定に用いられる。また、VP6 は A 軍ロタウイルス感染における検査に使用される。VP7 はウイルス粒子の外殻を形成する糖タンパク質である。構造に関わるほか、VP7 は G 型を決定し、VP4 とともにロタウイルス感染に対する免疫に関係する。非構造タンパク質、NSP1 は第五分節に由来する。 遺伝子産物で、非構造性の RNA 結合タンパク質である。また、NSP1 は、インターフェロンに誘導される応答を阻害し、ウイルスの感染から細胞を守る、自然免疫系の反応を抑える。NSP1 は、感染細胞におけるインターフェロン酸性の増強と、隣接細胞によって分泌されたインターフェロンに、対する応答に必要な重要なシグナル分子を、 プロテオソームによって分解してしまう。分解の標的となる分子としては、インターフェロイデン遺伝子の転写に必要な IF、転写因子などがある。NSP2 は、細胞室内封入体に蓄積する RNA 結合タンパク質で、ゲノム複製に必要な分子である。NSP3 は、感染細胞内で、ウイルスメッセンジャー RNA に結合しており、 細胞のタンパク質合成を遮断する役割を持つ。NSP3 は、宿主のメッセンジャー r n a からタンパク質を合成するために必要な2つの翻訳開始因子を不活化する。NSP3 はまず、転写開始因子エルフ4回から、ポリエ結合タンパク質を外してしまう。パブップは3ポリエビブを持つ転写産物からの効率的な翻訳に必要な因子で、 宿主細胞の転写産物のほとんどに結合している。次に、NSP3 は、エルフ2のリン酸化を促進することで、これを不活化する。ロタウイルスのメッセンジャー RNA は、ポリエービブを書いており、蒸気の2つの因子のいずれも翻訳に必要ではない。NSP4 は、下痢を引き起こすウイルス性のエンテロトキシンで、ウイルス性のエンテロトキシンとしては初めて発見された、ものである。 NSP5 は A 群ロタウイルスの第11分節にコードされる。感染細胞において NSP5 はビロプラズムに蓄積している。NSP6 は核酸結合タンパク質で第11分節にコードされており、異相の異なるオープンリーディングフレームから転写される。この表はサルロタウイルス SA11 株を元にしている。 RNA とタンパク質の割り当ては一部の株で異なる。ロタウイルスの複製過程。まずウイルスは宿主細胞の表面に付着する。付着には VP4 と VP7 が関与する。ウイルスは細胞内へ侵入し、カプシドが崩壊、プラスサの砂が合成される。VP1、VP3、VP2 がこれに関与する。ビロプラズマが構成され。 ウイルス RNA の梱包とマイナス 3RNA の合成が行われ、二重膜ウイルス粒子の形成が行われ、ウイルス粒子は成熟し、娘ウイルスが細胞外へ拡散する。ロタウイルスの複製は主に腸で行われ、小腸,腸の腸細胞の重毛に感染、上皮に構造的、機能的変化をもたらす。三重のタンパク質の皮膜によりの酸性環境や、 腸管の消化酵素に耐えることができる。ロタウイルスは細胞へ、受容体性エンドサイトーシスによって侵入、エンドソームと呼ばれる商法を形成する。災害層のタンパク質は、エンドソームの膜を破壊し、カルシウム濃度に変化をさせる。これが VP73 両体の崩壊を起こし、VP2 と VP6 によってなる、綱を包むからを露出させた二重膜粒子の形成に、つながる。 11の二本グサリ RNA 分節が2層のタンパク質の殻に囲まれたまま、ウイルス性の RNA 依存性 RNA ポリメラーゼによって、ウイルスのゲノムからメッセンジャー RNA が転写される。コアによって囲まれているため、ウイルスの RNA は二本グサリ RNA によって活性化する自然免疫反応である RNA 干渉を回避することができる。感染時に、 ロタウイルスは、タンパク質の合成及びゲノム複製の両者のために、メッセンジャー RNA の合成を行う。ロタウイルスのタンパク質のほとんどは、ビロプラズムに集積し、RNA の複製と二重膜粒子の組み立てが、この場で行われる。ウイルスの2本腐り RNA ゲノムの複製の異型となるプラス RNA は、ビロプラズマの中にあり、セルナによって誘導される。 RNA 分解を受けない。ビロプラズムは核の周焉に感染後2時間で形成され始め、2つの非構造タンパク質 NSP5 と NSP2 によって構成されると考えられているウイルス工場である。RNA 干渉によって NSP5 を阻害するとロタウイルスの複製効率は急激に低下する。二重膜粒子は小胞体へ輸送され、 VP7 と VP4 によって構成される3番目のから外膜を獲得する。娘ウイルスは細胞溶解を伴って放出される。ロータバイラススインザフィーシス、オブアンインフェクテッドチャイルドロータウイルスは汚染された手や物との接触を通じて、噴鉱経路によって伝播するが、さらに空気感染の可能性もある。ウイルス性の下痢は感染性が非常に高い。 感染者の糞便は 1g あたりで最大10兆以上のウイルス粒子を含み、100以下のウイルス粒子でも感染が成立する。ロタウイルスは環境中でも安定である。細菌や寄生虫の除去に十分なほど衛生状態が良好でもロタウイルスの感染を抑えるには不十分なようであり、衛生状態の高い国と低い国でもロタウイルス感染症の罹患率はほとんど等しい。 ロタウイルス性腸炎は、軽度から重度の至る疾患で、吐き気、嘔吐、水溶性の下痢、軽い発熱を特徴とする。幼児がロタウイルスに感染した場合、症状が現れるまでの潜伏期は、約2日程度である。腸炎は、急性経過をとり、発症後しばしば最初に大嘔吐が認められ、その後4日から8日程度の重篤な下痢が続く。脱水症状が、 他の細菌性下痢症に比べ発生しやすく、これは、ロタウイルス感染症の主要な死因でもある。英軍ロタウイルスの感染は、生涯を通じて起こりうるが、初感染時に通常認められる症状は、2回目以降では、警備、あるいは、不健静である。2回目以降の感染時の症状の減弱は、免疫系による防御に由来する。そのため、健静感染は2歳以下の乳幼児で多く。 45歳まで年齢を重ねるにつれて減少する。新生児の感染はよく見られるが、軽微か不健性であることが、比較的多く、最も重症化しやすいのは6ヶ月から10歳の乳幼児、小児や高齢者、あるいは免疫不全症患者である。幼少期に獲得する免疫により、ほとんどの成人はロタウイルスに抵抗性である。 成人の胃腸炎は通常他の病原体によるが、一方で、成人の不健性感染が、集団における感染経路の維持に寄与している可能性がある。また、血液型抗原の分泌状態と腸内細菌層の構成は、ロタウイルス感染の感受性に影響を及ぼすかもしれないと指摘されている。ロタウイルスに感染した腸細胞と非感染細胞の電子顕微鏡像。 スケールバーイコール約500ナノメートルロタウイルスは、主に腸で増殖し、小腸の重毛における腸細胞に感染、上皮の構造的、機能的変化をもたらす。動物実験によって、ロタウイルスが腸管外に広がって、他の臓器やマクロファージに感染することが示されており、これは人でも同様と考えられる。下痢は、ウイルスの活動によって発生する。吸収不良は、 腸細胞と呼ばれる腸管の細胞の破壊による。ロタウイルスの産生するタンパク質 Nsp4 はエンテロトキシンであり、このタンパク質は年齢やカルシウムイオンに依存的に塩化物イオンの分泌を促進ナトリウムマイナスグルコースとも輸送タンパク質による水の再吸収を阻害、ブラシエンの自作カリラーゼを阻害する効果を持ち、 さらに超神経系のカルシウム依存性分泌反射を活性化する可能性がある。腸細胞は小腸にラクターゼを分泌する役割を持ち、ラクターゼの喪失による牛乳不耐性はロタウイルス感染の症状の一つであるが、この症状は数週間にわたって継続することがある。牛乳をしばらく子供の食事から除いた後、 再び食事に加えると、しばしば軽度の下痢が再発する。これは、腸管の細菌による二頭の発酵が原因である。ロタウイルスの感染を診断するには、通常重篤な下痢の原因となる胃腸炎の診断に続く。小児が胃腸炎によって、病院で診察を受ける場合は、ほとんどの場合、英軍ロタウイルスの検査が行われる。英軍ロタウイルスの特異的診断は、 小児の瓶を資料としたエライザ法によるウイルスの検出によってなされる。感度、得意性が高い A 群ロタウイルスの全血性型を検出できる認可済みの診断キットは複数の製品が市場に流通している。他の検出法としては電子顕微鏡によるウイルス粒子の確認や PCR による検出が研究目的の実験室で用いられる。また、 逆転者 PCR 法を用いることで人のロタウイルスのすべての種のすべての血清型を診断、同定できる。ロタウイルスの急性感染における治療は、一区位的な対象療法であり、脱水対策が最も重要となる。無治療の場合、小には重度の脱水を起こすと、死亡に至ることもある。下痢の重篤度に応じて、蛍光保液を行い、保液時においては、 少量の塩分と糖分を含む十分な量の水を飲ませる。2004年には、フーとユニセフが、急性下痢の治療用に低腎糖圧の、蛍光保水液と、亜鉛サプリメントの併用を推奨している。感染した小児のおよそ50%が受診、そのうち約10%が脱水を理由に入院が必要となり、点滴や警備医官による保液、電解質や、 血糖値のモニタリングが行われる。また、プロバイオティクスはロタウイルスによる下痢の持続期間を減少させることが示されており、ヨーロッパ小児消化器病学会は、効果的な介入として、ラクトバチルスラムノサスやサッカロマイセスブラウディなどのプロバイオティクス、ジオスメクタイト、ラセカドトリルの投与があるとしている。ロタウイルスが他の合併症を招くことは稀であり、 先進国では、適切に治療されれば、小児の予後は良好であるが、開発途上国では、年間数十万人が、ロタウイルス感染による下痢症で死亡し、また、長重積、肝炎、胆動閉鎖症、一型糖尿病、人後性腎不全、脳炎、髄膜炎、脳症など、様々な病態との関連が疑われることもある。ロタウイルスは感染性が強く、また、 抗生物質やその他の治療薬は効果がない。衛生状態の改善ではロタウイルス感染症の蔓延を防ぐことができず、一方で経口補水を行ってもなお入院率が高いため、ロタウイルスへの主な医療介入には予防接種が行われる。世界的に認可されている A 群ロタウイルスに対してのワクチンとして、ロタリックス及びロタテックが存在し、 いずれも小児に対して安全で効果的である。重症オロタウイルス下痢症乳児の大幅な減少成果を認め、共に国乱のレビューで発症阻止脳が認められている。1990年代に使用されていたワクチンの副反応として超重積が多発したことが報告されていたが、2006年頃以降市場に出ているワクチンと超重積との関連性は認められていない。 いずれも、蛍光ワクチンで、弱毒性ウイルスを含む。2014年に、インドで認可された、ロートバーツ。2007年に、ベトナムで認可された、モータビン M1。2000年に、中国で認可された、ロンジョラムの3つは、特定の国の市場においてのみ、認可されている。2017年現在、2つの有効なワクチンの、保存は冷蔵できる環境が必要である。このことは、 コストが大きくなるとともに接種可能な場所や対象は制約を受ける。このため新たなワクチンの開発も試みられている。また他にも複数のロタウイルスワクチンが開発中である。2009年に世界保健機構は各国における予防接種プログラムへのロタウイルスワクチン導入を推奨した。この推奨策を実施した国では ロタウイルス感染症の発生率と重症度が明らかに減衰している。予防接種プログラムにロタウイルスワクチンを導入した国において行われた臨床治験のデータをまとめた2014年のレビューはロタウイルスワクチンがロタウイルスに起因する入院を49から92%減少させ、さらに全下痢症の入院患者数を17から55% 減少させることを明らかにした。2006年にロタウイルスワクチンを世界で初めて導入した国の一つであるメキシコでは、ロタウイルス性の下痢症による2歳以下の死亡率が2009年のシーズンには65%以上減少した。ニカラグアは2006年に発展途上国として初めてロタウイルスワクチンを導入し、ロタウイルスの感染を40%まで減少させ、 救急救命室の利用を半減させた。アメリカ合衆国では、ロタウイルスワクチンの接種が2006年に開始され、ロタウイルスの検出数が86%低下している。ワクチンは、市中の感染数を減少させることで、免疫を受けていない小児の疾患をも予防するかも、しれない。ロタウイルスによる死は、ほとんどがアフリカやアジアの発展途上国で発生するが、 これらの国々では、ロートリックスとローティーティックに関する多数の臨床試験が行われた。ほか、近年はワクチン導入後の影響を評価する調査が実施され、ワクチンの導入によって、乳児の重症例が劇的に減少することが示された。2013年にはイギリスで2の3ヶ月のすべての乳児に対処ワクチンが提供された。これは、ロタウイルス感染の重症例を半減させ、 入院例を70%減少させることを期待して行われている。ヨーロッパではワクチンの導入によってロタウイルス感染による入院例が65%から84%減少した。ロタウイルスワクチンは100カ国以上の国で認可されており、さらに80カ国以上の国が予防接種プログラムに組み入れている。また、そのうちおよそ半数の国は、 ガビアライアンスによる援助を受けている。ロタウイルスワクチンをすべての国に導入させるため、パス、フー、アメリカ疾病予防管理センター及びガビアライアンスは、研究機関や政府と協力し、普及活動に努めている。イングランドのある地域における、英軍ロタウイルス感染の季節変動。冬季に感染者数がピークとなる。英軍ロタウイルスは、 人のロタウイルス性胃腸炎の原因の90%を占め世界的に常在している。発展途上国では1年間にロタウイルスが数百万件の下痢症を引き起こしており、このうちのほぼ200万件の患者が入院する。2013年には5歳未満の幼児21万5000人がロタウイルスにより死亡しており、その90%は発展途上国における死である。 5歳までにほぼすべての幼児がロタウイルスに感染する。ロタウイルスは乳幼児の重篤な下痢の主因であり、入院の原因の3分の1を占め、5歳未満の乳幼児において下痢に起因する死の37%、全死因の5%をそれぞれ占める。男児は女児に比べ、ロタウイルスにより入院することが多いようである。 ロタウイルスの感染は主に冷涼で乾燥した季節に発生する。汚染食料に起因する感染事例数は定かでない。英軍ロタウイルスによる下痢症は病院にいる乳児、デイケアセンターを利用する幼児、老人ホームに住む高齢者等の間で流行する。また、コロラドでは1981年に汚染された水道水が原因になって流行したこともある。 2005年にはニカラグアで記録に残る上では最大級の流行が発生した。この前例の内外規模な流行は英軍ロタウイルスのゲノムに生じた変異と関連しており、ウイルスは変異を起こすことで住民の間で共有されていた免疫を回避することができた可能性がある。同等の大流行は1977年にブラジルでも発生している。 成人下痢症ウイルスとも呼ばれる B 群ドタウイルスは中国で感染者が全世代にわたる数千人規模の大流行を起こしてきた。この一連の流行は飲料用の水が下水によって汚染されたために発生している。1998年にはインドでも B 群ロタウイルス感染症が発生しており、病原ウイルスの株名が CAL 株と命名された。流行を起こしてきた。 アドブ株と異なり CAL 株は常在性であるようである。これまでの B 群ロタウイルスの流行は特定の地域に原曲にしており、例えばアメリカ人は B 群ロタウイルスに対して免疫を持たないことが血清調査から示されている。C 群ロタウイルスは散発的に小児の下痢を引き起こしており、小規模の流行が家庭内で生じたこともある。ロタウイルスは 多くの種の動物の幼齢個体に感染し、野生動物にとっても、飼育動物にとってもロタウイルスは、世界的に下痢の主要な病原体である。子牛や小豚をはじめとした家畜の病原体として、高い罹患率と致死率を持つロタウイルスは、治療にかかる経費によって、農場経営者に対し経済的損失を生じさせる。また、動物のロタウイルスは、 人のロタウイルスと遺伝子を交換することができる。動物のロタウイルスが人に感染することがあり、これは直接動物のウイルスが人に感染する場合と、動物のロタウイルスの RNA 分節の一部が、遺伝子再集合を経て、人の株に取り込まれる場合とがある。ワン・オブ・フライト、S ・オリジナル・エレクトロン・マイケラグラフス1943年、ジェイコブ・ライトとホレス・ホーディスは感染性の下痢を 発症した小児患者の糞便から得た露過性病原体が牛にも下痢を引き起こすことを証明した。30年後保存されていたこの病原体がロタウイルスであることが示される。この間にはマウスの下痢症の病原体が家畜の下痢にも関連していることも明らかにされている。また、1973年にはビショップラによって胃腸炎の小児患者に認められる 禁煙のウイルスが報告される。1974年、車輪のようなロタウイルスの形状を電子顕微鏡で観察したトーマスヘンリー・フライトが、ロタウイルスの種名を提案する。ロタは、ラテン語で車輪を意味する。その4年後、ロタウイルスの命名は、インターナショナルコミッティオンタクソノミー・オブ・バイラススによって公式に認可された。1976年には禁煙のウイルスが、 他の動物種から報告される。いずれも急性胃腸炎を引き起こすものであり、世界的に人と動物の双方に感染する病原体の集合であると認識された。ロタウイルスの結成型については1980年に初めて記され、その翌年には人に由来するロタウイルスの細胞培養法が報告される。この培養法はサル人造由来の細胞を トリップ進展カバイチで培養するというものであった。ロタウイルスの培養法は研究速度を加速させ、1980年代半ばには最初のワクチン候補株が評価される。1998年、アメリカ合衆国でロタウイルスワクチンの使用が認可される。アメリカ合衆国、フィンランド及びベネズエラで行われた臨床治験によってロタウイルスワクチンは 英軍ロタウイルスによる重症下痢症の80から100%を予防することが明らかにされ、一方で統計学的に有意な副作用は検出されなかった。しかしながら、このワクチンは接種した乳児1万2千人に1人の割合で、超重積症のリスクを増大しうることがわかり、製造会社は1999年に市場から製品を回収する。この実験は、 ロタウイルスワクチンのリスクと利益をめぐる激しい議論を引き起こした。2006年に英軍ロタウイルスに対する2つの新しいワクチンの小児における使用が安全であり効果的であると証明され、2009年には世界保健機関がロタウイルスの感染予防にロタウイルスワクチンを各国の予防接種プログラムに導入することを推奨している。ありがとうございます。